ブラッドリー・マイケル・ウィックは、アメリカ合衆国テキサス州アマリロ出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のシカゴ・カブス所属。2012年の MLB ドラフト29巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、この時は契約しなかった。オクラホマ式大学へ転校後の2014年、MLB ドラフト7巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、プロ入り。 契約後、参加の A-9 ブルックリンサイクロンズでプロデビュー。16試合に登板して1勝1敗、防御率1.40、39奪三振を記録した。2015年は A 級サバンナサンドナッツでプレーした。2015年5月13日、3月30日に行われたアレックス・トーレストのトレードの後日発表選手としてサンディエゴ・パドレスへ移籍した。 移籍後は、参カの AQ フォートウェインティンキャップスと AQ レイクエルシノアストームでプレイし、移籍前を含めた3球団合計で23試合に、先発登板して7勝11敗、防御率4.09、139奪三振を記録した。2016年は AQ レイクエルシノアと AQ サンアントニーをミッションズでプレイし、 二球団合計で41試合に登板して4勝1敗、1セーブ、防御率1.17、93奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2017年は、ルーキー級アリゾナリーグパドレス、A 級サンアントニオ、トリプル A 級、エルパソチワワズでプレーし、 3球団合計で41試合に登板して2勝1敗、7セーブ、防御率3.96、61奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年、マイナーでは A 級サンアントニオ、トリプル A 級エルパソでプレーし、2球団合計で44試合に登板して4勝2敗12、 西部、防御率2.53、70奪三振を記録した。9月11日に、メジャー初昇格を果たすと、9月14日のテキサスレンジャーズ戦で、メジャーデビュー。この年メジャーでは5試合に登板して、防御率1.29、10奪三振を記録した。2019年7月31日に、カール・エドワーズ・ジュニアとのトレードで、シカゴ・カブスへ移籍した。 この年は2球団合計で44試合に、登板して2勝2敗、防御率5.71、49奪三振を記録した。フォーシームが主体であり、これに、スライダーとナックルカーブを交えて投げる。ありがとうございます。